河村武雄は、神奈川県山和市出身の元プロ野球選手、コーチ。現役時代は横浜ベイスターズにて先発、中継ぎ投手として活躍し、1998年には、先発投手として、同球団の38年ぶりセントラルリーグ優勝、及び、日本一に貢献した。2022年からは、DNA 在籍のまま神奈川フューチャードリームスの、監督を務める。 アトランタオリンピック野球の銀メダリスト。1990年、神奈川県立厚木高等学校3年生の時に、神奈川県高等学校野球春季大会でベスト4、進出。全国高等学校野球選手権神奈川大会には、第1シードで臨み、競合私立揃いの厳しい状況下で、エースとして、チームをベスト8まで導く、大黒柱となった。 準々決勝では、川崎北高校の川原純一と、延長16回の投手戦の演じるが敗退。立教大学へ、一般入試で、現役合格。大学時代は腰痛に悩まされたが、東京六大学リーグ通算63試合登板、21勝27敗、防御率2.65、317奪三振。1993年アジア選手権。 日米大学野球の両野球日本代表に選出。日本石油に入社し、日本石油公式野球部時代の1995年には、第66回都市対抗野球大会で優勝。1996年には、アトランタオリンピック野球日本代表に選出され、日本代表の銀メダル獲得に貢献した。 準決勝のアメリカ戦では先発の杉浦正則をリリーフし3回1、3イニングを無失点に抑えた。また、第67回都市対抗野球大会でも2勝を挙げて、日本籍有効式野球部のベスト4入りを果たし、同年の社会人ベスト9に選出された。プロ野球ドラフト会議を前に、地元球団の横浜ベイスターズが早くから1位指名に、 名乗りを上げた一方、中日ドラゴンズ日本ハムファイターズも、金銭的な条件を提示。横浜、日本ハムは1位指名選手として、井口忠人の1位指名を狙っていた中日も2位指名を狙っていたが、本人は在京球団を希望しており、横浜を逆指名。同球団から1位指名を受け入団。同年11月26日には同じく、横浜を逆指名し、 ドラフト2位指名を受けた森中声優と共に、契約金1億円出来高払いイ5000万円、年俸1300万円で契約を締結した。1997年は、急速時速 140km の直球と高い、請球力から即戦力として期待され、先発投手が著しく不足する中、シーズン開幕当初から、 先発ローテーションの一角を担い10勝7敗147奪三振。防御率3.32の好成績を上げる。しかし、新人王は12勝を上げた、広島東洋カープの沢崎俊和に軍配が上がった。同年オフには、年俸3300万円となった。1998年は、開幕投手に抜擢される。 監督1年目のゴンドウヒロシはインタビューで、川村について、高校は、進む学校、大学も、一般入試で、現役合格し、自分の力で掴み取っている。あいつのインテリジェンスに賭けたからと語っている。結果、史上3人目の一安打完封勝利を挙げる。前半戦では7月18日の広島戦までに発勝を挙げ、オールスターゲームにも選出されたが、 後半戦は0勝に終わった。しかし、日本シリーズでは最終戦で先発し、日本一に貢献した。同年オフには年俸5000万円で契約公開した。1999年は新たに習得した、チェンジアップを駆使し、自己最多の17勝を挙げた。勝利数は、上原浩二の20勝、野口茂樹の19勝に次ぐ、リーグ3位で、 防御率3.00も規定投球回到達者では、上原、野口、山本まさに次ぐリーグ4位だった。6月には5戦全勝し、月間 MVP を獲得、2年連続オールスターゲームにも選出された。同年オフには、年俸が1億円に到達したが、プロ4年目での年俸1億円到達は、当時、球界最速対記録だった。2000年は、 年間を通じて調子があまり良くなかったものの、先発としてシーズンを通して登板し続けた結果、リーグ最多敗戦を記録。最終的な成績は26試合に登板して7勝12敗、防御率5.06で、同年オフには年俸が8200万円となった。2001年シーズン序盤に2試合連続中継ぎで大量失点し、 二軍の湘南シーレックスに降格する。六月に先発として一軍に復帰するものの、九月以降は中継ぎに回ることになる。二0二年は故障で三試合当番で未勝利に終わり、十月に背中の滑液方炎の摘出手術を受ける。二0三年は五月六日の広島戦で五百九十三日ぶりの勝利を挙げたが、 五勝にとどまる。2004年にスタミナ面を考慮し、中継ぎに転向。4月は大車輪の活躍でチームを首位に押し上げた。しかし、当番方による疲労から制裁を書き、7月1日に登録抹消。後半戦からは復帰し、58試合に登板して、防御率3.07という数字を残したが、複数イニング登板すると打たれることが多く、 発敗を、喫した。2005年は一イニング限定の登板企業が、これまた当たり、56試合登板し、防御率は2.31。しかも夏場までは、防御率0点台であった。木塚厚史と共に、抑えのマーククルーンにつなぐセットアッパーとして、チームの躍進に貢献。阪神の JFK に匹敵する活躍を見せた。2006年は二段モーション禁止による、 ホーム改造の影響により、シーズン序盤は打ち込まれ、防御率が2桁の時期が続く。セットアッパーの役目も、加藤竹春に譲ることになったが、5月以降は、持ち直して、河村加藤クルーンの勝利リレーを確立。キズ加藤、クルーンと形成した、救援党主人は、クワトロ系と呼故障された。シーズン終盤に、クルーンが故障で、 登録抹消されると抑えの役目を任され、プロ入り10年目で初セーブを挙げた。最終的な防御率こそ3.86と3点だよ。確保したが、この年優勝した中日相手に大量失点をするシーンが目立ち、数字以上に打たれるイメージを与えることになった。2007年は中継ぎでの3年間にわたる当番型気味の状況や、先発投手が不足している。 チーム事情を考慮し、大谷秋彦新監督の意向で、先発投手に配置転換された。しかし、キャンプ中に故障し、調整不足のままシーズンを迎えることになる。なんとか先発の6番手に名を連ねたが5回未満で、降板してしまうことが多く、開幕から約1ヶ月で中継ぎに戻る。中継ぎでは、 まずまずの投球内容ではあったが、オールスター明けに調子を崩し、8月9月と二軍落ち、した。2008年は、シーズンの大半を二軍で過ごし、9月28日に、シーズン限りで、現役引退と一部で報道され、10月1日に、球団より公式に、現役引退が発表された。引退の理由について本人は、投げるのが怖くなる時があり、 精神的に厳しいものがあったと語っている。10月5日、対広島23回戦にて、先発登板し、先頭打者の東で明らを3級三振に、打ち取って降板。試合後に引退セレモニーが取り行われた。2011年3月19日横須賀スタジアム2009年は1年間、二軍イースタンリーグの投手コーチを務め、山口俊の育成に貢献。 2010年も1年間スコアラーを務めた後、2011年から2012年までは2度目の2軍投手コーチ、2013年は1軍投手コーチ、2014年から2015年までは1軍投手コーチを5年間務めた。2016年からは2年間勤務した球団職員として少年たちの野球指導を担当し、2017年は 横浜 DNA ベイスターズジュニアチームの監督を務めた。2018年度より3年ぶりにコーチへ、現場復帰、2軍投手コーチを務める。2020年からは、1軍投手コーチ。2021年シーズン終了後の11月7日、投手コーチを退任して、DNA 在籍のままで、ベースボールチャレンジリーグ、ルートイン BC リーグの神奈川フューチャードリームズに、 監督として派遣されることが発表された。投球フォームはオーバースロー。エースとして活躍した1999年は、キレのあるストレートとチェンジアップフォークを得意とし、カーブも投げていた。ありがとうございます。